毎日買い物をしていても高くなったなぁお金がないなぁっていうふうな感じでどうしてもお財布とにらめっこをしながらね買い物かごに入れる商品を1個棚に戻すみたいなことそんなことってないですか私毎日のようにスーパーに行きますんで結構ねブロッコリーの値段とか白菜が安いのかそれともキャベツが安いのかであと卵とか調味料ってのもやっぱりね価格にどうしても敏感になっちゃうんですよ。 うん、そんな中でね、今日ご紹介するのはこちらの特ポチってサイトなんですけども、この特ポチっていうのはね、どういうサイトかっていうと、賞味期限が迫ったものを中心に通販してくれるんですよ。しかも、その価格が最大で無料持ってけって感じですよね。それから、9割引き、8割引き、7割引き、こういうのがずらーっと揃ってるんですよね。びっくりしますよ。ちょっと覗いてみましょうか。 こちらの方を見ていただいて、価格どんどん安くなるって書いてあるでしょ定価の90%負。しまいには無料ですよ、みたいなのがね。詳しくはこちらで紹介されてるんですよ。特ポチ。ね。この中で、全商品、今週の新商品、プレミアム会員とかね、ありますけども、例えばね、わかりやすいのはドリンクですよ。飲料、水ジュース、炭酸飲料ってやるでしょこれ見てください。コカ・コーラのアクエリアス、ペットボトル 500ml が1本。 35円の80%フ、こんなん見たことあります安くてもね、98円とか、まあ、頑張って78円でしょこれ35円ですよ。80%フ。アクエリアスって誰もが知ってるあの飲料ですよ。コンビニで買ったら150円とかするでしょそれからスタミナドリンクとかね、トマトジュースとか色々ありますけども、こちらの方は 550ml のこのお水、天然水、6本セットで389円。 むっちゃ安くないですかこれ。ね。その他にも、ポカリスエット。まあ、65円って言ったらもう、ちょっともうちょっと、もう一声安くしてよ、みたいな感覚になってくるでしょ。安いんですよ、でも。注料とかね、こういうのありますけども。ええー。69円。ディスカウントスターでもなかなかこの値段って出ないですよ、最近。まあ、こういうふうにね、ドリンクだと分かりやすいのがパーっと並んでるんですけども、その他に何があるかってことです。ね。何行きましょうか何行きましょうかうん、お菓子行ってみましょうか、お菓子。 お菓子の中で、うーんと、洋菓子行きましょうか。あ、ちょっと難しいですね、洋菓子ね。えっ、ー、と、77グラム、1個、森永チョコボール、シロアノワール何これプレミアム会員価格70、70%オフで97円と。定価324円が97円ですよ。まあ普段私お菓子食べないんで、安くても買う気にはなりませんけどもね。<laughs> 皆さんどうですかね。あ、これ安いこれ、特売でも1キュッパがいいとこですよ。これも。 あ、これはちょっと高いな、1キュッパーよりもうん。1キュッパーで、うちの近所では出てますんで、そっちの方が安いな。こういう風に、商品比較もできるでしょこれすごいんですよ、とにかく。じゃあ、発売日から選ぶ、になってますけども、例えば発売日から5ヶ月経っちゃったやつ。もうね、廃棄寸前のものはなんかあるでしょうか。ちゃかーん。お、お餅がある。0円だって。<laughs> お餅0円ですよ、しまいには。ね。これ、玄米茶0円ですよ。え、これ、0円。ね。 アライドコーポレーション。カバーを傷め。なんかわかんないものですね、これはね。それからなんかゼリーみたいな。これ全員、全部0円。持ってけ持ってけってか、売り切れてるわ、もうね。売り切れてる。0円だったら確かにね、くださいっていう人は殺到するでしょうね。お餅はなんかまだ残ってますけども。でも、お汁粉とかまだ食べれますからね。今が焼きとかね。今が焼きじゃないよ。磯辺焼きか。うん。その他、ここに色々とありますんで、この特ポチってサイトにね、登録して、お得な情報をゲットしてもらいたいと思います。 ですけどもいかがでしょうか安く買えますよここだったらね。まあ、賞味期限がね結構来てますんであんまりたくさん買うと食べきれないうちにまたね廃棄になっちゃうかもしれませんけどねでも日付が切れても気にせず食べてる人っているじゃないですか私もその一人ですけどねそういう方にとったら宝の山になると思いますおめでとうございますそれじゃあ